ソウル連合ニュース、韓国軍合同参謀本部は28、北朝鮮が同日午後4時59分、東部の環境南道、連裏から、朝鮮半島東の東海上に、超大型放射砲、多連装ロケット砲とみられる、短距離飛翔体2発を発射したと発表。 合同参謀本部に発射された飛翔体は最大約380キロ。高度は約97キロに達したと、韓米の情報当局が分析を進めているという。韓国軍は追加の発射に備え、即応体制を維持している。同参謀本部は、このような北の行為は、 朝鮮半島の緊張緩和の努力に役立たない都市。我が軍は強い遺憾を表明、軍事的緊張を高める行為を直ちに中止するよう繰り返し求めると表明した。北朝鮮が飛翔体を発射したのは先月31日に中部の平安南道、 順川付近から東海に向け、超大型放射砲、多連装ロケット砲と見られる飛翔体2発を発射して、<い> yna.co.kr